いやー、自民党の村上誠一郎議員、安倍元総理の国葬についてボロカス言ってますね。9月20日の記者会見で村上氏は国葬について最初から反対だし出るつもりはない。安倍政権、菅政権は財政、金融、外交をボロボロにし官僚機構まで壊した。国賊だって批判したということですね。で、確かに以前から村上氏はメディアで安倍さんに対して批判的な発言を繰り返してました。また、例えば8月13日の鳩山由紀夫氏のツイートにはこのようなものがありますね。以下引用です。同期の村上誠一郎議員から電話があった。安倍元総理の国葬はおかしいと思うが、永田町では面と向かっておかしいという議員がいないと。それでキャンペーンを張ろうと思うが、名前を貸してくれと。もちろん喜んでと答えた。国民の大半が反対している国葬になぜ自民党は沈黙するのか。それでも国民の議員か。以上ですね。まあですから、国葬儀に出席しないと判断されるのは別にいいと思うんですが、ただ発言内容が過激ですよね。まして自分の党の元総理に対して国賊扱いとか。加えて安倍さんが総裁選に出た際に自分が対抗馬に出たわけでもなく、ちょっと引くわ。ちなみに別に村上さんの義理の弟が立憲民主党の幹事長の岡田克也氏であることは関係ないでしょうが、立憲の代表代行の大阪誠二氏は自民党の村上誠一郎さんよく言ったと言ってますね。また小西洋樹議員はまさにその通りだが感動したとおっしゃってますね。どうしたものかね。私は正直この村上さんの発言というのはちょっと品がないなと思うんですけどね。皆さんはどんな風に感じられたでしょうか。ちょっとね、今回緊急に動画を撮りましたけども、皆さんの感想をコメント欄で教えてください。またね、次回動画では国葬儀に関して立憲民主党の野田元総理が出席を表明した件、そしてそれに対して原口議員が反論している件、それに関係して国葬儀に関する決定版をお送りしようと思っていますので、ぜひとも次の動画も楽しみにしてください。そのためにもね、ぜひともチャンネル登録して見逃さないようにお願いします。では、高評価もお願いしますね。次の動画でお会いしましょう。バイバイ。